と周り方々に聞きたいことを質問していきたいと思うんですけど、あとフィリップに今年は地元に帰りますか。なんだろうな、なんだろうな。一番はさっき話した通り、自分が育った場所を、まあ、ちょうど物件を探してるタイミングで厚利さんが、まあ、そのツイッターとかで店をなんか渡そうと思うみたいなのを見て、あ、もうここしかないと思ったのが一番の理由なのと、あとは一緒にやってくれそうな人がもともと原宿にいて、それなりの売り上げを作ってる人たちが多かったっていうのと、とそのオープンする場所が立地的にかなりいい場所、まあ、キャットストリート沿いにあって、まあ、集客も見込みがあって、まあ、働く人からするとやっぱりその原宿の激戦区でやってるっていう自覚を持てるような場所だったので、まあ、そこにオープンしようかなと思いましたね。やっぱりなんかコロナ前と今の差とか見ても、原宿で潰れてるお店が多かったりとか、それこそ前ガルテがあったところの通りは本当にお客さんの通りとかも減ってきてる中で、すごいな、そうですね、空き家みたいな。サロンを守っていく上で必要なことをスタッフ目線からスタッフに対してっていうのを、まあ、ちょっと聞きたい。やっぱりそれぞれ人の力量というか働く量っていうんですかね、が違うのは人間なんで当たり前だと思うんですけど、やっぱりその違うけど、やっぱり働いてる仲間からしたらやっぱり同じ量を働いてほしいと思ったりとか、そういう差って日々の積み重ねでめちゃくちゃこう仲悪くなったり嫌な気持ちになったりっていうのが、まあ、大体どこのサロンでもあるのかなっていうのがあるので、はい、そういうのをやっぱり誰かが気づいて、やってない人にお尻叩いてっていうのをもうそのみんなの前でやったりするっていうのも大事なのかなって思って、やっぱり中間管理職っていうか真ん中の台になってくると怒りたくなくても怒らなきゃいけない場所っていうのが出てくると思うんですけど、そういう何ですかね、下の子の気持ちも汲み取りつつ上の経営者の人たちの気持ちも汲み取りつつ、お互いがいろんなことを考えて仕事をしていかなきゃ、みんな全員が仕事をしていかないと崩れていっちゃうのかなっていうのはありますね。めっちゃ難しいんですよ。みんなおそらく有名で出身なんですよ、うん、絶対同じ給料だとしても裏で座ってる人もいれば掃除してくれる人もいるし、でもやっぱ掃除してる人からすると掃除しないやつなんでこいつ同じ給料もらってんだって絶対なるから、すごい難しくて、で僕がそれを解消する方法は、最近は営業中相手は僕掃除してます。それがやらないと、だからそうすると厚利さんがやってんのにみたいな感じで掃除し始めるっていうのはあるんで、だから上がサボっちゃうと結局それが伝染するから、僕はなんかなるべくは暇だなと思ったらこうスタッフルーム掃除したりとかシャンプー台掃除するようにするが、今のところはそれしかできない。でなんかうまい方法あったらいいですけどね、働いてるのが数値化できるデータ化できるんだったらこいつこんくらい一緒にセンサーつけといて座ってたらその分減給けど、椅子に座ってお客さんがやってる可能性もあるし、携帯を使ってるイコールサボってるじゃないじゃないですか今この時代って。だからそれが仕事なのかサボりなのかが判断がすごい難しくなってるんで、なおさらむずいんですよね。昔までだったら寝てるとか座ってて携帯じってても SNS がそんなになかったんだったらもうサボりでしかなかったかもしれないけど、今はなんかいろんな情報を携帯から得れるようになった分、仕事してんだか仕事したいのか分かんなくなっちゃってサボんなよとも言いにくい。だからもう僕はアナログ式に上が掃除をする。あんまりいないと思うんですよ、はい、一番上の人が働くって昨日の朝礼は、厚利さんが掃除してたら仕事を変わるかお礼を言おうっていう。シェアサロンと
あの雇用の流出の状態って、はい、やっぱそこが一番違うかなと思ってて、そのやっぱりそのただ売り上げ作ってもらえれば幸せなのって成り立つんですけど、はい、雇用されてるサロンっていうのはそういう人間関係っていうのの部分がやっぱ深く重要になってくるかなと思って、僕がカイトと働くことについて、はい、厚寿さんが、まあ、ちょっと前に軽めな感じで、お前うちどうよっていう話を軽くいただいた時にからの方だったんで、ちょっと思ってた。まあでもなんか彼はスタイルがうまいんですよ、ウルフっていうスタイルで、ウルフっていうのはやっぱ結局トレンドであったりとかするんで、まあそういうなんかウルフを切れるっていう人が近くで働くことによって、スタッフのモチベーションとかスタッフの勉強になるかなと思って、うちで働けばって言ってて、やめるやめるって言ってたんで、興味ある部分とない部分の差が激しすぎるんですよ。あ、いいじゃんみたいな。でもめっちゃ嬉しかったです。なんか こんな人に言われるって、いや、こんな子なんて最近の話じゃないやっとしてたやつに言われるみたいな。しかも、あの多分私も覚えてないかもしれないですけど、僕が前社を辞めた時に、ただまだアシスタントだったんですけど、そのカラーモデルとかカットモデルさんもその時結構やらせてもらってて、やる場所がない、どうしよう、でもサロンも決まってないし、行った時にその時あの誰かうち使っていいよって言ってくれたんで、覚えてます？全然僕はまだ1年目とか2年目ぐらいの時なんですけど、いやどうしよう、本当にいっぱいお客さんやりたいのに、いや、やる場所ないな、次のサロン決まってないって時に、うち使っていいよって言ってくれたのがすごいなって、全然その辺のどうでもいい美容師にそんなこと言ってくれるのってすごいすごいことだなって思って、はい、でなんかそれを含めてちょっといろいろ雇用形態が変わることについてのメリットのデータ結構難しいですね結構悩んでたんですよ、やめるかやめないかっていう部分で、こう結局今回やめるってなった中で、なんでやめようと思ったのかと、なんでやめるのを悩んだのか、逆にそれって結構重要じゃないですか、携帯が変わる状態で、ね、デメリットもメリットいっぱい言うじゃないですか、でもやめたからこそこれちょっと大変だったなとか、やめる段階でこれデメリットだったなって思うとかって結構気になる。まあ、それこそお客様をすごい大事にしてる上で、まあ、みんなしてると思うんですけど、やっぱ結局自分がやった方がぶっちゃけ上手じゃないですか、まあ、ブリーチに関しても、まあ、シャンプーや何にしてもってなった上で、やっぱあのシェアサロンというか、まあ、あのほぼマンツーでやることに対してお客様のマンツー度が全然違うので、まあ、前のお店はとりあえずって言ったらあれですけど、お客さんガンガンこう集客して、もうカット以外は全部アシスタントみたいな感じでやってたんで、なんかどうだろうなって思ってて、まあそれを指導するのも僕の力不足で、まあ指導、まあ、うまくできなかったりとかもしてたんで、そのフリーランスというか、あの、まあ、マンツーマンでやった方がお客様的にもいいのかなと思ったんですけど、その中でもそれをやるともう3分の2ぐらい削んなきゃいけないかったんで、予約幅をだから、まあ、アシスタント1人だけ雇って、まあ、半マンツーぐらいな感じでやれたらいいなっていうのが、はい、それはメリットになっちゃうかも、はい、メリットとしてはお客さんの数を削除しなきゃいけない、それの解決策としてアシスタントをやる、はい、そうです。意外とデメリットは少ないんですよ。じゃあ、さっき解決できる、デメリットとしては、まあ、あの個人事業主になりますので、やっぱり税金面の、あの、っていうのは自分で管理しなきゃいけないんですけど、まあ、うちの会社は全部あの会社でまとめてフリーランスで。僕はこれ、はい、友達が最近こうみんなフリーランスになっていったりするときに、はい、なんか僕どっちかというと人の夢を応援したいとか、なんか他の人が成長するっていうことに魅力を感じるとか面白い、だからそのゆうくんはきっとお客さんを幸せにするのがメインだったからフリーランスだったんですけど、僕は自分のスタッフが増えればたくさんのお客さんを幸せにできるじゃん派だったんですよ。でなった時にこう辞める
人に対してなんかこう今君がその美容室にいて下の子を教育したら30人のスタイリストを育てれたりとか、その成長させることができるから、僕はなんかそれはお金とかじゃなくてやりがいとしてとても魅力的な仕事だなと思うし、有名店にいるからこそたくさんの人と携われる、たくさんの美容師と携われて、で自分も成長させてもらったわけじゃんみたいな、だからそこをなんかそこにいて成長させて、例えば手取り100万もらう人を5人作ったら辞めるとか、そういう部分があってもいいんじゃないっていう話をしたりするんですよね。きっとちょうど辞める世代の子たちで、そういう話とかもしてて、なんかそこがなんかメリットとかデメリットとかいろいろあるけど、なんかすごい悩む僕は。辞めるってなった時にこうお世話してた後輩たちはどうなっちゃうんだろうとか、もろもろ見て、でもそこがきっと人間関係っていう部分がおそらくメリットでもありデメリットでもあると思うんですよ、雇用体系っていう部分で。だからそこがすごい気になった部分でしたね。逆に去ると羨ましいって感じる部分でもあるのかなって思うんですよ、人間関係って。ああすごく僕は辞めてからやっぱガルテ羨ましいなって思いました。めっちゃ髪切りに行けない。羨ましいなと思った分、その分自分も頑張ろうかみたいな、負けないようにって思います。お新しい家族を作っていく。2人でね、新しいサロンの形が生まれてしまいます。うち退社したら帰ることも僕がもらった言葉はこちらです。プレイヤーとして頑張るからよろしくね。まあ、何不自由なく楽しく仕事ができるように全力でサポートさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。売上っていうところが大事になってくると思うので、まあ、そこはサポートするんで、逆にそれ以外のことはもう恥ずかしいんですけど結構無知なんで。もうそういう分かってます。僕がもらったのはこちらです。回答らしい。自由に。そうですね、やっぱりシェアサロンなんで、まあ、自由に、まあ、楽しくのびのびと思うがままにやってほしいなと思っております。あ、僕がもらった言葉はこちらです。プレイヤーとしても人間力も憧れです。これからもよろしくお願いします。有名になれるってきっと運もあったりとか努力もあったと思うんですけど、有名になれる美容師っておそらく限られてるってなった時に、こう人にいい影響を与えられるっていうのが、もうその人たちはそれが使命になってるというか、そういうことできる人たちって限られてるからこそ、そういう人たちはそういう風にならなきゃいけないと思うんで、だから僕もきっとここにこういうメディアに選んでいただけるようになっちゃった分、いい影響を与えられる憧れる美容師にこれからもなれるように頑張ります。今日話してるのを見ててすごいなって改めて感じたので、喋る方もですし、美容師としての実力も、やっぱり憧れだと、まあ、なんか憧れで終わっちゃうんでよく言うので、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱり憧れてるなっていう気持ちがあったので書かせていただきました。ちょっと泣きそうですね。私がもらったボールはです。いつもうるさくしてくれてありがとう。うるさくしてるつもりはやっぱないんですけど、にぎやかになってるっていう、うるさいの方だと思っておきます。これは違う。なんかやっぱこう経営やってる上で忙しすぎて僕が目につかないことって死ぬほどあるんですよ。言ってくれる人もいないから、サラサは気づいたことをうるさいぐらいにすぐ言ってくれるんですよ。だから僕が忘れてることであったりとか、僕が目につかないことを死ぬほどうるさいぐらい言ってくるんで、でもそれをやってくれるのはいないから、だからそれをずっとやり続けてほしいというか、うるさいなと思うんですよ毎回言われるときは。けどそこ気づけてるのってきっとなんか 僕も結構気づく方なんですけど、僕が気づけないところを見れるスタッフってすごい貴重なんで、
このままうるさく続けてほしいな。だから、にぎやかなうるさいはきっと僕の方がうるさいんですよ。僕に指摘できるほど気づける能力ってやっぱすごいなって思うから、それはそのまま続けてほしいですね。